今回はお肉に合うチューブ調味料を調査していくよ。こんにちは、 SB 探検隊黒子翔です。今回のテーマはおうち焼肉。おうち焼肉の調味料といえば定番の焼肉のタレを思い浮かべる方も多いとは思いますが、実はそれ以外にも美味しい調味料があるのをご存知ですか？それは SB 食品のチューブ調味料です。そこで私たちは知る人ぞ知るチューブ焼肉専門店の噂を聞きつけ、日本押し味大調査の隊員チョコレートプラネットチューバー松尾隊員に緊急調査を依頼しました。一体どんなお店なんでしょうか。早速調査の様子をご覧ください。どうもチューバー松尾です。これからチューブ焼肉専門店に突撃取材をしたいと思います。おうち焼肉をもっと美味しくする方法を聞き出したいと思います。すいません。あ、いらっしゃいませ。すいません、お忙しい中失礼します。はい、チューバーの松尾と言います。あ、チューバーの松尾、はい、調査取材させていただきたく、撮影の方大丈夫でしょうか。え、チューバーの松尾、あ、ひょっとして、え、あの鍋の動画に出てた。あ、はい、おー、はい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 、チューブ調味料の、はいはい、チューブ調味料方法を、はい、探す活動してまして、はい、本日お話伺えればと。見てます、めちゃくちゃ。あ、本当ですか。めちゃくちゃファンです。めちゃめちゃ見てました。本当ですか。もちろんもちろん OK です。どうぞ。あ、ありがとうございます。ちょっと待って、どうぞ。取材許可取れました。 OK です、OK です。チューバースタイル。さあ、ということで焼肉チューブ園の長田店長です。よろしくお願いします。焼肉チューブ園の長田です。あ、ちょっとお願いします。でも本当リラックスしていただいて。あ、全然、はい、はい、うわ、こんな有名チューバーが来ていただけるなんて。いいえ、とんでもないです。思わなかったので。いやいやいや、そんなちょっと緊張しておりますけれども、全然リラックスいただいて、はいはいはい、ということで、はい、おすすめのチューブ調味料、はい、教えてもらっていいですか。おすすめのチューブ調味料をおすすめさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、こちらになります。おー、定番の本生生ニンニクチューブや韓国風にリキンキコチュジャンチューブ、他にもいろんなチューブ調味料を取り揃えております。いっぱいありますね。はい、私の推しチューブなんですけれども、はい、こちらの何でしょう。本生本わさびチューブです。渋いですね。本生本わさびチューブ、わざわざ刺さる。これをですね、ポン酢にインします。なるほど、はい、ちょっとの工夫でめちゃくちゃ美味しそうですね。そうなんです、ちょっとの工夫でめちゃくちゃ美味しいんですよ。言いました。はい、名付けて本生本わさびポン酢のメモリーです。メモリー、はい、メモリーしちゃうってことですね。そうなんです。なるほど。そしてこちら本生刻みわさびチューブ、こちらもおすすめです。うわー、これはちょっと迷っちゃいますね。はい、チューバースタイル。いや、焼けてない、来てんで、食べてください。あ、はい、いいんですか。はい、はい、じゃあいただきたいと思います。はい、さ、食べてください。はい、はい、食べます、食べます。はい、はい、焼きつきたんで。はい、あ、もうこれちょうどいいんで。あ、いいですか。はい、ありがとうございます。じゃあちょ、あ、これもう食べちゃって。あ、はい、食べます、はい、食べます。はい、食べますよ。はい、もう、はい、あ、今もう焼きたてなんで。はい、いただきます。はい、食べちゃってください。それではいただきます。はい、あ、もう食べちゃって。あ、食べます。はい、はい、すいません。いかがですか。さっぱりしてて美味しい。油多めのお肉なんですけど、はい、これだったら何枚でもいけちゃいますね。カルビの脂の旨味を本生本わさびチューブのアクセントで上品に仕上げました。これは間違いがない美味しさです。チューバースタイル。店長、はい、他のチューブ調味料も試してみたいんですけども。わかりました。ではこちらいかがでしょうか。名付けてみじん切りネギ、生姜、ニンニクミックスチューブの新緑のクインテッド。クイーンテッド、クイーンテッドって確か50層ってことですよね。はい、え、ネギ、生姜、はい、ニンニク、はい、え、あと2つ足りないと思う。で、私とは完成しました。はい、今完成したってことです。はい、ごま油大さじ1に塩1つまみ、みじん切り、ネギ、生姜、ニンニクミックスチューブを大さじ1合わせるだけで完成です。透き通ったごま油、ネギとニンニクと生姜の個性的な香りの程よい主張、それはチューブ調味料からの素敵なエールになるんですよね。え、じゃあもうエールをいただいたってことで間違いないですか。あの、
まだ届けてないので。まだ届けてないです。まだ後から届けますので。後から届ける。はい、エール届けますので。はい、いつ今ちょっと待って。今もらったわけじゃないですか。はい。あ、そうなんですか。はい。あ、待てばいい。まだ、はい。はい、わかりました。はい。あ、もう届いた。あ、今届いたんだ。はい、今届きました。やりました。届きました。チューバースタイル。新緑のクインテッドは、はい、牛タン豚バラに合うっておっしゃってましたけど、はい、他のお肉にも合いそうですよね。はい、ニンニクと生姜が効いているので、もうどの部位のお肉でも味がしっかりと引き立ちます。はい、ですのでどうぞ好きな部位のお肉にご賞味ください。はい、じゃあロースいっちゃおうかな。いや、ロースがいいと思いますよ。あ、言いました。はい、はい、いただきます。おいしい。ありがとうございます。これはちょっとやみつきになりますね。はい、うん、おそらくやみつきになると思うんですよね。はい、言いました。この香味ダレを使えばおうち焼肉が格別になります。隣町にある丘の上までタレとお肉の香りが届き、公園で遊ぶ子どもたちも微笑むかもしれません。子どもたち、まあ、聞いては大人、そしておじいちゃんおばあちゃん、はい、犬猫、はい、いや犬猫にとどまらず、はい、まあ、もっと言えば、はい、ブランコ、ブランコ滑り台まで、はい、微笑むのかもしれないかなと。そこまで微笑む、はい、チューバースタイル。そしてですね、最後にご紹介させていただきたいのがこちらなんですけれども、はい、こちら焙煎仕立て唐辛子ニンニクチューブです。60種類以上あるチューブ調味料の新商品ですね。はい、タレはもちろんですけれども、直接お肉につける食べ方もおすすめなんですね。直接？はい、こちら直接つけていただいていいんですか。はい、いいんですよ。すいません、じゃあ大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか、はい、大丈夫ですよ。はい、はい、大丈夫ですか。え、キャップ取りましょうか。あ、キャップ取りましょうか。そんなことまでやるんですか。はい、あ、大丈夫、できますよね。はい、失礼いたします。あれ、はい、すいません。ちょっと、出しましょうか。押しましょうか。大丈夫です、大丈夫です。自分で、はい。じゃあちょっといただきます。はい。近づけも美味しい。はい。唐辛子本来の辛みと旨味、焙煎ならではの香ばしさ、乾燥とロースト、2種類のニンニクが生み出す力強い旨味、焙煎仕立て唐辛子ニンニクチューブがあなたの日々を刺激的に彩ります。すごい、もうふわっと彩ってます。今彩ってもらってるってことですか。はい、今こう彩ってます。この今こう、はい、今まさに彩らせていただいております。こう、はい、店長がやってくれるってことですか。はい、すごいです。あ、すごいですか。すごいです、これ。うわ、すごい、ありすごい、はい、すごいです。はい、はい、チューバースタイル、本日はありがとうございました。はい、いや、ほんとね、どのチューブ調味料も、はい、おうち焼肉の味をもうグレードアップさせてくれるなって感じました。はい、はい、おうち焼肉にはチューブ調味料、皆さんにも試していただけると嬉しいです。はい、はい、ところでチューバー松尾さん、いつものあれやらないんですか。あれ大好きなんですけど。え、はい、え、知ってくださってるんですか。もちろんです。もうあれしか知らないので。あれしか知らない。あれしか知らないです。本当ですか。はい。え、じゃあよかったら一緒にどうですか。おお、はい。ちょっと、え、今ですか。今です。もちろん。ちょっといや、その急にそんなやつじゃない。急に言われると思ってなかったんで。そんなやつじゃない。心の準備が簡単にできるやつなんで。いやいや、そんなやつじゃないんで。いいんですか。はい。あ、ぜひ。じゃあお願いします。行きますよ。はい。行きます。せーの、チュー、チュチュー、チューバースタイル。さあ、ということで調査は以上です。それではお返しします。黒子翔さん。はい、松尾隊員、調査ありがとうございました。チューブ調味料で食べるおうち焼肉はどの味も美味しそうでしたね。ちなみに僕のおすすめは、のせるだけで美味しい刻みネギ塩、刻みレモンや柚子胡椒も美味しいですよ。ぜひ皆さんも試してみてください。それでは報告レポートです。次回の SB 探検隊もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございます。はな、高評価、チャンネル登録もよろしくはなね。